彼の言葉から真意を読み解く方法、今日はこのテーマについてご案内します。僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションの方にお越しください。またチャンネル登録の方も合わせてよろしくお願いいたします。メールであれ、 LINE であれ、日常の会話であれ、彼が発する言葉、そこから彼が何を考えているか、彼が本気で私のことを思ってくれているのか、他にね、女がおるんちゃうかなとか、本当はね、私のこと好きじゃないんじゃないかとか、そんな気持ちをね、知りたい、そう思う人は少なくないんじゃないかと思います。彼の真意を知るためにはどうすればいいか、これね、彼の言葉からははっきり言いますけど、タイトルね、ちょっと釣りっぽいタイトルにしたいって何なんですけど、やめた方がいいですよ、分かんないから。彼の真意を知る方法は、彼の言葉から、彼の発する文章の中から知ろうとしないことですよ。なぜならばね、多くの場合人は発する言葉のほとんどに大した意味はないから、それはあなた自身もなんとなくね、不快にはなく、その場その時その状況の時の気分で物を言ったりすることがあるじゃないですか。特にまあ男性なんかはね、まあ男性全般ではないけども、まあ多くの男性は女性と比較して割とね、こう思いつきで物事を言いやすい、なんとなくその場の気分でね、物事を言いやすいんです。もちろんそれが政治家とかね、社会的な立場のある人が思いつきで物言っちゃ困りますし、まあね、まあ無能な上司が思いつきでね、物言って部下が振り回されたりっていうようなこともあったりしますけど、普段の会話の中でもね、結構思いつきでね、言うことが多いし、深く考えずに、まあ脊髄反射でね、なんとなく言葉にしていることが圧倒的多数なんです。また気分なんかでもね、言うことが多い。ただまああなたの立場としてはね、もちろん相手は何考えてるか分かんないし、本当のことを知りたいなと思うから、その言葉の端々からね、何か読み解こうとするじゃないですか。今日はあったかいね、どういうこと、今日はあったかいねって、なんか私なんかしたみたいなね、いやなんかもしてないしみたいな、あったかいからあったかいって言っただけなんですけどね。まあ例えばね、あ、なんかこれがピーポー君になってる、この人なんか最近あったのかしら、お巡りさんにでも捕まったみたいなね、いや違うから、深い意味はないんです。多くの場合はね、深い意味はない。じゃあその深い意味はない言葉の中から何かを探ろうとするから話はややこしくなるんですね。前の動画でも同じような話したかもしれませんけど、 LINE のね、一言一文で、これこの人私のことどう思ってるかしら、こういうふうに返してくるっていうことは私のこと好きじゃないんじゃないかしらとかね、いろいろ考える。いやそれね、意味ないですよ。そこに書いてある字面通りのことしかないので、その字面通りのことでしかないことに深読みをして、あなたが勝手な意味付けと解釈をして、その意味付けと解釈をもとに固定観念や先入観で相手に話をぶつけるからややこしくなるんですよね。おかしい時はおかしいって気づくので、それはまあ女の勘でどうのっていう話が他の動画にあったと思うんでね、そっち見てもらえればいいと思うんですけど、おかしい時はおかしいっていうふうに気づきます。そうじゃない時はそのまんま受け入れて大丈夫ですよ。で本当に聞きたいことならば、そのちょこ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 変なところからね、深読みするんじゃなくて、ちゃんとご本人に聞けばいいんです。でも本人に聞いてもそれをね、本音で言ってくれるかどうかわからないし、それ嘘つかれたらわかんないしみたいなね。いやだからそれで嘘つくようなやつだったらどうせダメだから、そしてね、嘘つかれてるんだったら、それをね、まあ、なんて言うんでしょうか、知る方法もないじゃないですか。それ嘘か本当かね。だったらね、その関係っていうか、まあ、嘘ついてるかもしれないなっていうふうに疑念を持ってる時点で、その関係そもそもダメなんだから、まあ、そもそもその人との関係を考えた方がいいんじゃないですかっていう話ですよ。ちゃんとね、言うべきことは言うから、言ってくれるからね。で、それは、
ただお相手もね、わりかしアホなことが多いので、まあ、僕もそうですけどアホなことが多いので言わなくても分かってくれてるかなっていうふうに思ってしまうところがあるのでね、あなたが聞かないと分からないんだったらそれはちゃんとはっきり聞けばいいというだけの話、そして相手の言葉だけではねやっぱり、まあ、さっきも申し上げたようにちょっとねこう嘘っぽいなっていうこともあったりするし、まあ本当にね、お前のこと本気でやったって本気かどうかわかんないところもあるので、それは、日頃の行動とか、態度とかその積み重ねでわかるじゃないですか。大事にされてるかどうかってね。明らかに大事にされてないんだったら、まあそれはもうそれこそねその関係を無理にどうこうしようとしなくていいんじゃないですか。どうしたら大事にしてくれるかなじゃなくて、もう大事にされてないんだから。もうね、大事にしないような男ですよ。あなたの価値が分かんないようなね、いいんじゃないの、さよならっていうことで、そこでねごねごねやってもしょうがないから、だからいちいちね駆け引きめいたことをしないことですよ。これもねまあやっぱり彼はこういうふうに言うと、本気だとかなんか居酒屋でねこう近くに座ってきたらまあ、合コンでね近くに座ってきたら本気度が高いとかね、何日か以内にメールが来たら本気度が高いとかね、そういうことを言う人もいますけどあれあんまり関係ないですね。はっきり言いますけど全く関係ないです。やっぱり人はその場その時その状況その置かれてる環境と相手との関係性によって取る態度や行動って当たり前だけど変わるんでね、そのものをねちょっとマニュアル的にこういう時はこうなんじゃないかとか想像してもねしょうがないですよ。あの人の行動とあの人の言葉というのはあなたに向けて発せられたあなたに対する質問に対しての回答、これをねちゃんと信じればいいんです。それ以外のことはなんとなく気分でね言ってるだけだし、まあ、状況環境に合わせてそういう態度を取ってるだけのことだからそれにね右往左往しない方がいいですよ。それにね右往左往して、先ほど申し上げたようにそれに乗っかってねそれに基づいて、相手に接し方をね相手に対する接し方を変えるとねこの人私も多分好きじゃないだろうから、私も、好かれてないっていう前提でね、対応しようみたいなねこと言うとお相手もねいやなんかこの人やたらバリア張ってるしちょっと近づきづらいからもうちょっといいかみたいなことでキューってこう離れていってしまったりすることもあるので、そこからねまあいらん誤解とかまあいらんわだかまりがね生まれても誰もハッピーじゃないんでね、まあ細かいことね彼が何言ったとか、メールの一言 LINE の一言で何が書いてあったかとかそんなのはね全く気にしなくていいですよ。全く気にしなくていいので大事なことはちゃんと言うし、ねボロが出るときはちゃんとボロ出てますからね。それ以外のところは、基本普通のコミュニケーションを取るように心がけると結果的に、お相手の本心というかね、お相手が本当に思ってることっていうのがちゃんと正しく、ね、伝わってくるんで変な誤解だとか、変なねわだかまりになるようなやり取りはやめて、お相手の行動とお相手がねあなたに対する質問に対して返してきたね、言葉それをねちゃんと受けて、その後の対応をお考えになればいいんじゃないでしょうか。まあ中にはね聞いても答えてくれないとか聞いてもね、なかなかこううんとかいいえとかも言ってくれないというような人っていうのもいると思うんですけど、まあその場合っていうのははっきり言いますけどね、やっぱり関係がはっきりちゃんと出来上がっていないからですよね。この私たちの関係ってこれ付き合ってるの？いやーどうなんだろうかな、うーんなんていうね。まあこれはちょっとね完全に逃げ対応なんでね、っていうのはわかるじゃないですか。というふうに、まあ分かることは分かるので、その辺はね、そうなったらまた対応を考えればいいだけの話なので、まあ余計な小細工で余計な探り入れて、妄想を膨らませたりとか、ね、想像をわーって広げたりしないことです。そうすると結果的にお相手の気持ちっていうのがね、誤解なくあなたの心に届くし、お相手との関係っていうのも今よりもずっとね、良くなっていく、近づいていくと。いうことになるのではないでしょうか。